ご視聴の皆様、こんにちは。本日はオンラインでの会見となりますが、ご視聴いただきありがとうございます。本日の司会を担当いたします新日本プロレスリングアナウンサーの渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これより次期シリーズの一部対戦カード並びに CS テレ朝チャンネルプレゼンツテレビ朝日新日本プロレス放送50周年記念サクラジェネシス2023両国国技館大会の決定カード発表会見を始めさせていただきます。早速新日本プロレスリング株式会社取締役会長菅林直樹より対戦カードを発表いただきます。菅林会長、よろしくお願いいたします。報道関係の皆様、ファンの皆様、ご視聴いただきありがとうございます。本日は昨日の長岡大会の結果を受け、次期シリーズの一部対戦カードと4月8日両国国技館大会の決定カードを発表させていただきます。まず4月2日後楽園ホール大会、ボルチンオレックデビュー戦、ボルチンオレック田口隆介海野翔太組対藤田康生ロビーイーグルスザックセーバージュニア組、KOPW2023 争奪戦アルティメットトライアドマッチ、KOPW 保持者高木慎吾対アーロンヘナーレ、なおルールですけれども、時間無制限一本勝負、場外カウントなし、反則裁定なし、3カウントフォール、ギブアップ、10カウントダウン、ノックアウトの3つを奪った方が、勝者とします。続きまして、4月3日後楽園ホール大会、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、第25代チャンピオンチーム成田蓮、エル・デスペラード、鈴木みのる組対翔、高橋裕次郎、イービル組。CS テレ朝チャンネルプレゼンツテレビ朝日新日本プロレス放送50周年記念サクラジェネシス両国大会、フランシスコ・アキラ、アーロン・ヘナーレ、ジェフ・コブ組対翔、高橋裕次郎、イービル組、マスター・ワト・ヒクレオ、タマ・トンガ組対エル・ファンタズモ、ケンタ・デビッド・フィンレイ組、武士・高木慎吾、内藤哲也組対同期・金丸由伸、太一組、NJPW ワールド認定テレビ選手権試合、初代チャンピオンザック・セイバージュニア対海野翔太、 IWGP タッグ選手権試合、第97代チャンピオンチーム吉橋・後藤弘樹組対カイル・フレッチャー・マーク・デイビス組、 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、第93代チャンピオン高橋宏夢対ロビー・イーグルス、IWGP 世界ヘビー級選手権試合、第6代チャンピオン岡田和親対真田、また全8から9試合を予定しておりまして、全対戦カードと試合順は後日発表となります。私からは以上です。菅林会長、ありがとうございました。大変楽しみな対戦カードが出揃いました。選手たちの熱い戦いにどうぞご期待ください。それではここでニュージャパンカップ2023優勝者真田選手に登場いただきます。真田選手、一夜明けてのコメントをよろしくお願いいたします。はい、2023年ニュージャパンカップ優勝しました真田です。今下の世代がすごい盛り上がってきてる中で、自分は中堅選手で終わるつもりはないので、4月8日両国は最大の危機感を持って IWGP 世界ヘビーに挑みたいと思います。すいません、鼻声なんですけども、ただの花粉です。真田選手、ありがとうございました。
それではここで記者の方より質問をお受けしたいと思います。お願いします。はい、じゃあちょっと公式からいくつか今日質問させていただきます。長岡大会の試合後というか、佐田選手呼び込む形で岡田選手が、王者の岡田選手が登場して、何が変わったんだよと、はい、髪の毛変えてチーム変えて、それで俺に勝てるわけねえだろうと、レベルの違い見せてやると、ちょっと辛辣な言葉が結構ありましたけど、改めてそこに関してはどういう思いがありますか。まだ自分がユニットを移ってから戦ってもいないのでわからないと思うんですよね。自分も岡田さんとはずっと触れてないので、ただ見た目しか変わってないだろうと思ってるかもしれないですけど、前よりは一発一発魂がこもるようになったので、そこを感じていただけたら嬉しいなと思っております。続いてなんですけども、次のシリーズ、両国大会というゴールがありますけども、ジャスト5ガイズとして本格スタートで、4月3日の後楽園ではですね、そのメンバーの太一選手とタッグを組んで岡田、棚橋組、いわゆるドリームタッグと言われている2人と対戦するんですが、この辺に関してはどういう思いですか。太一リアンとはまだ1回も組んだことないんですけども、その連携とかタッグの話も一回もしてないんで、全くイメージ湧かないんですけども、そのイメージ湧かないから面白いのかなと思っております。その岡田、棚橋という、その新日本を支えてきた、いわゆるドリームタッグと言われるチームと戦うということに関してはいかがですか。ちょっと残念なのが、ちょっと前に後藤義橋組に負けてるじゃないですか、はい、そこがちょっとテンションは若干下がるかなとは思うんですけども、楽しみですけど、はい。ちょっと改めてその両国の、タイトルマッチについても伺いたいんですけども、2021年に IWGP 世界ヘビー級王座ができて、今回は佐野選手初挑戦となります。で、 IWGP ヘビーを取るということはちょっと間に合わなかったと思うんですけども、この世界ヘビーというベルトへの印象だったり、どんな、お気持ちがあるのか伺いたいと思います。このプロレス業界の象徴、トップの象徴だと自分は思っているので、それを取ったらこの業界のトップに立てるのかなというイメージですね。上からの景色が見えるというか、世界、RGB ヘビーから世界ヘビーに変わった、で、ちょっと、いったその、どうも高木さんだったり、オスプレイさんだったりとか、取ってきた、そういう、ちょっと新しいベルトっていう部分ではどうですか。誰が取ってきたとか、あんまり興味ないですね、もう団体というか、プロレス業界の象徴っていうイメージしかないです。そこをしっかりと。はい。じゃあちょっと最後になるんですけど、ずっとジャスト5ガイズを立ち上げに入ってから、景色を変えるという言葉を結構おっしゃってると思うんですけども、これキーワードみたいになってるんですが、改めてこの具体的にこの景色を変えるっていうような部分のイメージだったりっていうのはありますでしょうか。一番思ってることはマンネリ打破ですね。世界ヘビーのベルトを真田以外で巻いてる、真田以外で、いや違うな、なんだろう、真田しか、むしろなんて表現していいか、真田が巻くと一番景色が変わるかなと。他の人が巻いても想定内かなと思っちゃうんですよね。もう真田選手巻くこと自体がもう
ガラッと変えてしまうということ、はい、想像できないじゃないですか。それがすごい今必要なことなのかなと思っております。今マンネリ打破という言葉ありましたけど、参戦者はそういうふうにお感じになられているということですかね。はい、このマンネリ打破がないと人気が出ないと思うんですよ。そこに加われたらいいなとは思っております。三沢選手を取ることでそこを打破していくという、はい、お気持ちでしょうか。はい、じゃあ改めて最後ちょっと、意気込みというかいただければと思います。タイトルマッチに関して、はい、4月8日両国で IWGP 世界ヘビーを取って本当の意味で景色を変えたいと思っております。サラダ選手ありがとうございました。以上で CS テレ朝チャンネルプレゼンツテレビ朝日新日本プロレス放送50周年記念サクラジェネシス2023対戦カード発表会見を終了いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。